This is going to be a quiet recording. Sorry. Not this time around. It's late. Don't want to wake people up. Shit happens. So, just enjoy the gameplay. However mediocre it might be. いらっしゃいませ。ありがとうございます。虫の居所が悪いんでな。後悔する勘弁してくれ。悪かった。
橘。なんでここに。警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ。つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます。何。今私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに。ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。道島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は泡食ってたらな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一粒の所有者を見つけました。え？わけあってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが抑え、殻の一粒を手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば、俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。
お前らどけ。お前らどけ。Okay, no, I can't show that. Oh, sorry, no. God! Oh my... Okay, I... That this is going to be silent, but I literally cannot show this. Jesus. Gracious. I'm not a prude by any sense of the word. Jesus Christ, no! Get that away from me!
Oh my god, are they gonna force me to play it? I wanna play it. Oh, Jesus Christ, thank fuck. Okay. Well, game is back on, everybody. Gracious. Ugh. Like I said, not foolish. Just... Ah, it's just... Nah. Anyway, back to the silence. お疲れ様です。
おお。
夜明けだ。キリュウは立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなぎ、親父、阿波野です。例の件ですが、やっぱり桐生は始末します。やつは立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええ。では。構いませんよね。クゼの兄貴、わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといや桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。お前ら、キリを探し出してここに連れてこい。奴は簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出した。へい。
どこ見てある。黙って財布出せよ。何なんだ。かかってこいよ。街中逃げた。おい、分かってんな、キリュウ。抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは堂島組でごった返す。逃げりゃ死ねえぞ。こっちは一人だ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。
分で来いって。Yeah!
ヤクザに追われてるんでしょ、あんた。そんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃうよ。あんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかない？何？うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りていけるの。誰にも見られずにこの辺りから離れられる。なんで俺を助ける？あんたを追いかけてんのが堂島組だから。いつも偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。それに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。まあ他に当てがあるならいいけど。分かった、頼む。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが堅気じゃなかったみたいね。何に怯えてたか知らないけど、こんな抜け道用意してさ。匂いは我慢して。この先はどこまで繋がってる？劇場広場の方に繋がってるみたい。わざわざ確かめたことはないの。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。でなきゃ抜け道に使えないもんね。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうから、この道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃない？助かった、ありがとう。いつか街を自由に歩けるようになったら、今度は客として来る。ごめんね。多分そんな日は来ない。No shit. Okay. Sure. つくづくてめえは楽しましてくれるぜ。
are Kiryu's arms still functional? Kuse. Sakki nonda ga anta ga shimuketa no ka? Omae ni hitotsu ii koto o oshie toite yaru. The pipe bent. Gokudo tte na na. Boxingu to wa chigei. Kenka ni mageta yatsu ga haisha ninaru n janeえ。最後まで張り続けられなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろうが。Right in the water, apparently. 極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリュ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。Oh, that must hurt. Oh, all right, game time, baby. My God, he was my 100th enemy in Rush style too. Jesus Christ. Oh. Dragon of Dojima stands before you. That was fucking awesome. Alright, back to the quiet now.
またこれ。後悔するぞ。今俺をここで殺せなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は極道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。ああ本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地最後まで貫かせてもらう。あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。キリア、やっぱクズナギはしくじったな。何をしてるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよ。なあ、ゆうべはなんで電話してくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらそうにしてんだ。おめえもこっち来て一緒に踊ろうぜ、キリア。何を言ったんだ。あんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか。用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待て、キリア。俺はおめえに感謝してんだよ。感謝。風間の頭にクゼの兄貴、俺にとっちゃ目の上の炭鉱だった二人を追い落とすきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はな、キリ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ったら、どうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。話ぐらい聞いてったらどうだ。話ってのは何なんだ。いやよ、ついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ、ゴルフ行ってきてな。甲州カントリークラブ、すげえいいコースだったよ。何の話だ。おめえは知らねえかもしれねえが、ゴルフ場ってのは飯がうめえ。
コース回った後のカレーとサウナ、あれ覚えちまったら世の中の他の遊びがバカらしくなるぐらいだ。世間話を聞くつもりはねえ。早く本題を言ったらどうだ。やっぱりおめえさんは青いな。世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによ。まあいい、そのゴルフの帰り寄ってきたよ、おめえと錦山の実家に。まさか風間の頭が面倒見てるって話だったから、さぞかし豪華なとこだと思ってたが、ありゃ犬小屋だな。ひまわりだったか、初老の園長さん。お元気だったよ。お前ひまわり何したんだ。まあ落ち着けって、何もしてねえ。風間の頭の関係者だっつって100万ぽっち小遣いやったら涙流して喜んでたよ。いい人だな、あの園長。阿波のお前おめえも自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ。とまあそういうことだ。今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよ。おめえの友人関係から住んでるアパート、行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べやついたらまあ悪く思うな。昔から堂島組には役割があってな、組の鋭角のは風間組、喧嘩番長久世剣能会、面倒な事務方は渋沢組、そして俺は。障害、つまり脅し担当なんだよ。キリュウ、俺はクゼとは違う。極道としての生き方なんざどうでもいいと思ってる。いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす、たまには女もつまみ食いしながらな。俺にとっちゃ極道なんて職業はそういった人生を楽しむための手段に過ぎねえ。こっちに来いやキリュウ、今あの不動産屋田島なお、俺によりゃおめえは勝ち組、一生楽しく暮らせる。どうして売らなきゃ、惨めに死んじまうだけだ。あの犬小屋から錦山と一緒に必死に吐いてたばっかりなんだろ。うん、人生無駄にする必要はねえな。脅しってのはそれだけか。おめえ、てめえ話にならねえよ。Excuse me. Oh, you done fucked up now. Kick his ass, Kiryu. Kick his ass. おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前に100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺仕事に抜かりねえんだな。さあどうするキリュウ、表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。
ああ、どうする。決まってんだろう、俺は行く。何？あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ、俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ、あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。理由ってねえ。なら撃たれる方がまだマシだ。What the fuck, Kiryu? Why not just pick up his gun and ventilate him instead? And then leave? Eh, logic isn't really Kiryu's strong suit. ついてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦分かってんのか、俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ城を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが、時間は稼げるだろう。着いたぞ、キリュウ。適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ、まだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そ
いつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃたちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん、キリュウ、お前組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんまできるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。Jesus Christ。キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。 Stop。 堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ。キリュウ、組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。Oh my God。 こうなっちまった以上俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやっさんもな。けどせめておめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに知らせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。すまね兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら俺の首を手柄にしていつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。なんだよこっち、みんな忍者ねえよ。キリュウ、頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした、しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。Come on。撃てねえよ。撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。極道として、俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端で意味がねえんだよ。俺だって同じさ。キリュウ、お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって
世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ。 This is some 俺だって Some really good acting guys 人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせにマジでダセーよ。 It sounds like I'm faking it, but it's real. でもいつまでもガキじゃいられねえ。My eyes aren't warm. やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここで会ったことは全部忘れろ。俺も忘れる。ほら行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。What are you? 俺にはまだ。Come on. やらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだってキリュウ。おめえ本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。Oh, これでどこまでやるんだ。What are you saying? Stop talking and go. Oh my god. キリュウ。錦、まず俺からけじめつけさせてくれ。Oh, shit.お前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。キリュウ、こっから先お前は二度と俺に関わるな。よっよっ。 No tears but I'm so emotional. What the fuck?That was fucking amazing. Can I even continue after that? My God. Jesus.Oh. 大阪蒼天堀の夜を彩る、huh? okay. キャバレーグランドの支配人マジマゴロ。Sorry. そのきらびやかな表の顔とは裏腹にマジマの運命は佐川という男の手に握られている。3年前、かつてカムロ町の極道だったマジマは親の意向に逆らったことで組から存在を抹消されていた。やがて真島は極道へ復帰する条件として佐川からある人間の殺害を命じられる。真島の標的となったその人物の名は牧村誠。しかし彼女を狙う極道たちの突然の出現により、真島は思いがけず誠への殺意を失ってしまう。それは仕事を命じられた殺し屋にとって許されるはずもない行為だった。ここは？ええから入れ。あ、ちょっと。座れ。ここって。倉庫や。古いソファーやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです？なんで私が。そりゃこっちのセリフや。
ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か。それはお前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か。知りません。私は何も。あなたは誰なんですか。あ、俺か。しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見え女とは知らされんかった。けどお前を狙ってたが俺だけやなかった。お前って何者なんや。コウモリの入れ墨いうのは何や。なんでそいつを探っとった。いや、リーさんは、リーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた。でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者か分からんが、撃たれる時ちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。私を殺しに来たんなら、なんで助けたの？なんで殺さないの？お前は殺されたいんか？どの道、お前生かしとることがバレたら、お前も俺も俺の雇い主に消される。え？せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば少しはやりようがあるかもしれん。コウモリの入れ墨言うのは何や。なんでその男を探しとる。それはそいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今さら隠してもしゃあないで。コウモリの入れ墨の話なら、リーさんが知ってる。あ？リーさんに聞いてください。そうすればわかりますから。本当やろな。その話、もっと早言えや。え？いくら急所外しとっても銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなた、さっき大丈夫って。まあ、嘘も方便ちやつや。ええか、死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。例の一つくらい言うてったらどうや。
山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは他言無用や。大胆な男やな。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら俺はこの町におれんようになる。もしそうなったらあんた困るやろ。ああ、グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ぼりや。どっちかの店んだけになれば町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べん。オデッセイだけで試合は盛り上がるんで。なるほど、さすがは夜の帝王っちゅうわけかい。わかった、あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど菓子は菓子や、忘れんといてや。ああせや、真島藩。ああ、あんたキャバクラにはいかはりますか。キャバクラ、ああ最近増えてきとるらしいの。グランドやオデッセイみたいなキャバレーとは少しちゃうらしいが。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受けられるっちゅうんでキャバクラ言うようになったんや。まだ行ったことないが。それが、ほな一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の帝王がキャバクラ知らんやなんてよそに知れたら笑われます。ほう、そんなええもんなんか。ええ、これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーはもってあと数年ってとこやろな。そこまで言うんやったらあんたもキャバクラやっとるやないか。台所来るし言うてもそんくらいの金あるやろ。もうやったわ、けどあかんかった。なんやと。ま、いっぺん見てきたらええ。あんたにもすぐにわかるはずや。キャバクラを制す者は夜の街を制する。その言葉の意味がない。ちーと喋りすぎましたわ。ほな、
何やって？なあ、おせや。
何やって？ええ。見合って？ええ。やって There's the right choice, and then there's the right choice. Oh, I'm gonna hit myself with this. Fuck.
I'm gonna kick this Shoko Asahara, my wannabe's ass. Let's go. Yeah.
やって。 何やって？ ええ。 Yeah.
Air was one of the options. I should have picked that. Yeah. What? Yeah. Keep it classic, Majima. Heh heh.
そこの黙って金出せや。やるんか。すみません、勘弁。やるんか。申し訳ございません。申し訳ございません。それは。うわ。
社。マスキア、呼んできませんか。I'm gonna keep playing until we get to the Cavalry Club unlock, and then I'm just gonna grind that off stream. I am not gonna be bothered with streaming that whole fucking thing. Yeesh. Probably take his shoes off. Yeah, I'll do that. やって。
る？Thank you.
や。ええ。ん？いえ。何やって？そうです。いえ。せや。え？いらっしゃいませ。ございました。後悔すなよ。Yahoo!
強すぎんねん。This is going to take a while to reach that goddamn unlock, isn't it? Crap. Okay. Dare you, man? What did you come何もわかるんで。私関係ない。リさんの着替え取りに来ただけ。リの着替え？ほなお前ここの店長の居所知っとるのか。リはどこにおる？無事なんか？リさん今私の病院いる。なんやおっさん医者か。この辺りの中国人、みんな私の病院来る。李さんも昨夜駆け込んできた。そんな病院どこや？いや、でも。俺は李の味方や、先生。あんた、ここにおった誠という女知っとるか？誠？知ってるよ。李さん、あの子のこと、とても心配してる。俺はその女に頼まれてリーに会いに来たんや。せやからあんたの病院どこにあるか教えてくれ。はよ言わんと痛い目見るで。わ、分かったよ。私の病院小福町西にあるジャンバラヤってジャンソー。私いつもそこで患者見てる。ジャンソーで病院？闇医者っちゅうことか。もう言っていいか。いや、俺が探しとることをリーには内緒なんや。しばらく寝とれ。That was dickish. There's no joke there.That's just... Oh boy. Hey, Honor! Ichibitan Kyoder! There we go again. その金欲しさやって許してください。うわぁん？うわぁおい、うん、はい。おい、はあ、うん、はあ、そろそろ来ると思っとったで。案外遅かったやないか。何やと？あんた、まあ想定の範囲内やな。
わしをただの針師と思わん方がええで。ゴッドハンドやさかいな。ああ、あかんあかん。そんなん通るわけないやろが。そのとん、当たりや。うわ、そりゃないよ、李さん。お前、下手すぎや。萌え、そこの新顔と変われ。あんたもええやろ。わしは一度な。No! 怪我人にしちゃ元気そうにしとるやねんか。I'm not playing Mahjong. I am not playing Mahjong. Fuck that. 腕が動かへん。あんたと変わってやりたいわ。あんた、あの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前、まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんやな。顔見ただけで何がわかるっちゅう。ホンドレみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんでいい。わしにはわかるんや、なんでも。それロンや、悪いな。まことは怪我しとらんのやろな。なあ、女は無事や、安心せえ。そうか。そしたらあれか。お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことが。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな、俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもよ。それがどないした。奴らはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。女が狙われとんのはお前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあどうやろな。李さん、大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつ、李さん狙ってる。なかなか楽しかったね。One of those guys looks far more different than the other ones. まだ話は終わっとらん。Leftmost guy. 俺が敵か味方もわからんやろが。それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら、殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。聞く耳持たんちゅうわけかい。お前ら遠慮はいらんで、ぶちかましたれ。なるほど。出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。ちーと甘く見とったわ。あんたらの島を荒らす気はない。あの女がなんで狙われとるか知りたいだけや。誠の狙われる理由が
コウモリの入れ墨の男や言うんやったら多分関係ないで。なんでそないに言い切れる。誠から何も聞いとらんねやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口から言いたないだけや。どういうことや。あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？誠は2年くらい前初めて大阪に出てきた。身寄りも行くあてもないただの18歳の女の子でな、住み込みのホステスやったりいろんな職を転々としとったらしい。せやけどそれは蒼天堀の裏社会にとっては格好の餌食やった。格好の餌食？せや、誠に近づいてきた悪い男がおってな、口八丁で誠に身寄りがないこと嗅ぎつけると急に人が変わったそうや。あの子が逃げられんようどこぞの檻に監禁した。そいつは何の目的でそないなこと。金や。金に決まっとるやろ。コウモリの入れ墨の男は誠を金で売り飛ばしたんや。ある韓国系の組織にな。そっから毎日あの子が朝から晩まで何させられとったかは皆まで言わん。ただあの子の目が見えんようになったのはそれが原因や。極限状態のストレスから来る心因性視覚障害。火もささんような暗がりであの子が自分の目で最後に見たんがそのろくでなしの腕にあるコウモリの入れ墨や。結託そ悪い話や。そんな誠をわしが拾ったんがつい半年くらい前や。あんたらはその復讐のためにコウモリの入れ墨を探し回っとるっちゅうわけか。誠は自分と同じ目に遭うやつを他に作りたないんやと。なんやったらわしが確実に殺したるけどな。コウモリの入れ墨皮ごと剥ぎ取ったら。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は街で自分の顔さらして女さらう程度の小物や。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。チンピラに雇われてあないぎょうさんヤクザは動かんやろ。せやったら他に心当たりはないんか。ないな。わしの話はこれでしまいや。あの女は小福町通りの春ビルの中におる。オデッセイいう店が倉庫に借り取る場所や。お前わしに誠返してもうてええんが。誠のこと殺さんで雇い主とどないなしつけんねん。殺されんでいい。それに誠も結局代わりの殺し屋に追われるだけや。せやったらどないせっちゅうねん。逃げきれんこともないで。一つだけわしらもお前もヤクザから逃げ切れる手がある。せやけどそれは劇薬じみた手や。大事なもん守るためにはそれに見合う犠牲が必要になる。あんたの協力も必要や。俺の協力？せや。ただわしの考え聞く前にやるかやらんかこの場で答えてもらわなあかん。でどんなことでもやるか。そんだけの覚悟があんたにあるか。どの道このままやったら俺はしまいや。やるかやらんか聞いとるんや。どうなんや。ええやろ。やっとるわ。そうか、わかった。せやったらあんたは
まことんとこに早帰り。今日んとこはあの子の面倒を見たってくれ。え？わしには急いでやらなあかんことができた。何する気なんやあんた。目処がついたら教える。それまでは秘密や。この先あんたと連絡つけるにはどないしたらええ？キャバレーグランドや。夜になったらそこにおる。俺はそこの支配人や。ほんまか？あんたがあのグランドの？飲み代は心配すな。俺のおごりや。ふん、わかった。とにかく夜になったら連絡する。あんた、名前は？真島五郎や。邪魔や。おとなしくしとったか。李さんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ弾やないな。ピンピンしとった。そっか、よかった。でもそれじゃあのお話も全部聞いたの？ああ。After this cutscene is over, I gotta stop. The computer is going a mile a minute. It's fucking heated up, dude. Yeah. 今も似てるもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰め。けど、コウモリの入れ墨のことは多分、お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。そう。させたな。少しやけど俺もお前似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。
That is not a good way to relate to someone. こんなん言うても慰めにならんか。 Fucking hell, Goro. あ、そのなんや、かえって余計なこと言うたな。ああせや、腹減ったんとちゃうかなあ、ゆうべから何も食うとらんもんな。大丈夫。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ないときは食うに限るでな。すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか。それならたこ焼き。なんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった、ちょ待っとけ。ええな。And on that note, I'm gonna save and then end the episode here. Fuck. That was rough. Okay. Oh. My computer's gonna fucking explode. Good night, ladies and gentlemen.